上皇明寺は、神奈川県鎌倉市大木ヶ谷津にある新温州、千入寺派の寺院。三号は、泉屋山。海岐は、北条長時。海山は、新話。本尊は、阿弥陀如来である。北条氏や足利氏とゆかりの深い寺院で、足利高氏は、五代醐天皇に対し拒兵する直前、当時に籠もっていたと伝える。新四国東国八十八カ所令城の、 第82番。鎌倉七口のうちの亀ヶ谷坂と化粧坂に挟まれた、扇ヶ谷津の四国、泉が谷に位置する。三号の泉屋さんはこの宿の名にちなむ。自伝によれば、県庁三年頃、第五大執権北条時より、第六大執権北条長時が回帰となって創建したもので、解散は、まあであった。それ以前、源、頼朝の命により、 文革商人の建てた草案があったとも言うが、定かでない。永仁四年の解散譲り上には、北条時よりと長時が外気であると記されている。長時は、鎌倉幕府六大執権で、文英元年、36歳で死去し、上皇明寺に葬られ、以後、この寺は長時に始まる赤橋流法上氏の、菩提寺と位置づけられた。解散の間は、浄土集計の僧であるが、 当時は創建当初から見学の寺であり、三世紀の孔、恵の時から四周見学となって、近世末に至っている。この孔恵の時代、現行三年には、五代醐天皇から、上佐国山部軍と相模国旗の僧,の僧の治療を寄進、されており、また同年には成長親王の祈願書ともなっている。上皇明寺は、中世を通じ、足利氏を呼び、 鎌倉久保の起用を受けている。すなわち、略王元年以降、足利高氏及び弟の足利忠義より、相模国金メサと、かず国山部軍、伊豆国民図書などの事業の寄進を受けている。また、忠義は、公営3年と、関納2年に、ふつしを寄進している。高氏は、県武2年、五代後醍醐天皇に反旗を翻して挙兵する直前。 天皇への無本の意思がないことを示すため上皇、明寺にて謹慎していたとも伝えられる。この当時の境内の様子は、上皇明寺敷地絵図により、具体的にわかる。室町時代に入り、足利光影は、王永六年、父、宇治光と、祖父、元宇治の遺骨を分けて、上皇明寺に安置し、以降、当時は、鎌倉久保の母大寺となった。天正十九年には、 徳川家康より4巻800分が与えられている。王子は十近いシーンがあったが、江戸時代に入ると伽ンは、後輩、本堂さえ失われる状態であったという。漢文8年、僧侶の肝人、鶴岡八万、宮寺総将院元教僧図の援助などを得て、仏殿を再興、宝刀は保たれた。シーンに関しては、幕末には、ジオン院を残すのみであったという。 ジオンインは、足利忠義が自ら殺害させた、森吉親王の鎮魂のために建立したもので、上皇明寺に現存する、地蔵菩薩像は、ジオンインに伝わったものという。三門を入ると、客殿、栗、不動堂などがあり、その裏手の一段高くなった敷地に、阿弥陀堂と収蔵庫がある。重要文化財の阿弥陀三尊蔵等は収蔵庫に安置されている。 これらのさらに裏手、狭い階段を上った先の山上には岩壁をうがった矢倉があり、内部に石像地像菩薩座像が安置されている。そこからさらに上ったところには、国の史跡に指定されている、霊勢亀介の墓がある。境内は、野党、ひな壇上に造成した中世寺院の景観がよく保存されている。多宝寺との各県と、霊勢亀介母上校明け寺櫓と、 地蔵菩薩像、ありがとうございます。